DJ トビーのビーズレディオ。今日はね、実はね、富山で活躍するスーパーデコアーティスト角谷美穂さんをお呼びしたいと思います。はい、発信ってやってね、やってるの、そろそろ皆さん飽きてきてるんじゃないかと思って、実はね、もう電話繋いであります。それでは早速お呼びしてみたいと思います。はい、こんにちは、角谷美穂さん、こんにちは。こんにちは、よろしくお願いします。ありがとうございます。早速なんですけど、今ちょっと角谷美穂さんのことを、私の知ってる限りご紹介していきたいと思います。角谷美穂さんはですね、実はね、うちのビーズの学校、日本シードビーズ協会の、グルーを使ったね、オーティークグルーというグルーを使った、グルージュエリー講座というのをやってます。こちらね、なんかこう粘土をこね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 して、台座の上に乗せて、その上にこう、なんていうか、チャトンみたいな、チャトンっていうのかな、先生。そうですね、はい。そう、チャトンとかね、そういうのを乗っけて、最終的にこう、綺麗なキラキラジュエリーにすると。そういったものをこう、講座にしていて、まあ、その講座を、メインで教えていただいているのが、角谷美穂さんなんですね。よろしくお願いします。はい、よろしくお願いします。角谷美穂さんは、富山を中心に活動されてると思いますが、普段はどういった活動されてるんでしょうか。ですね、自宅のレッスンをやってて、あとはあの文化センターとかでも対面レッスンをやってるんですけど、はい、今ちょっとコロナ禍ということで、うん、オンラインが大体メインに今はなってますね。なんだか私がこう連絡させていただく方って、すごいやっぱオンラインをしっかりされてる方、なんか皆さんちゃんとこういう時にオンラインというところで新しい場所を見つけてる方ね、多いですね。皆さん本当にこうオンラインって先生の知ってる方でもされてる先生っていらっしゃるんですか？本当にこの中でやっぱり皆さんに楽しい時間を提供したいと思われてる先生たちがたくさんいて、うん、それで作品の勉強ももちろんなんですけど、そのオンライン、例えばズームの練習だったりとか、うん、あと動画の編集とかも私もちょっとグルージュエリーの方の本部研修のために、うん、勉強したりとか、うん、このなんか家にいる時間が長くなったことによって、うん、学ぶ時間ってすごく増えたんですよね。あ、先生自身が学ばれてるってことですね。そうです、そうです。で、すごいやっぱりいろんなことを、新しいことを始めることによって、うん、東方さんも研究されてたと思うんですけど、脳、うん、トレになったりするんですよ。出ました、脳トレいただきました、ありがとうございます。そうなんですね、これもうラジオでも毎回言っちゃってますけど、手短にね、ビーズもね、すごい脳トレになるということで、右手と左手使ってね、やるからすごい脳トレ効果あるってことですけど、まあ、角谷先生もいろんな勉強をされる中で、まあ、初めてのことをやるときって、なんか脳トレになりますよね。私もね、実はね、最近ね、思うことがあって、私ね、もうね、鍵を閉めるっていうのが、自分のもう習慣になってて、鍵を閉めたかどうかが分からなくなっちゃうことがよくあって、なんかね、いつも会、ね、そう、会社からね、僕が自分が最後に出るときに、まあ、僕、いつも最後に出るわけじゃないですけど、最後に出るときにこう、閉めたのに、あれ、俺閉めたっけなって戻ったりすることがあって、うん、俺これってなんか病気なのかなって思ったんですけど、これってね、やっぱりね、習慣化してる。ただ、今回、その、ズームとか、動画編集とか、いろんなことをこう、勉強していく中で、やっぱ新しいことやるとね、非常にこう、頭が活性化するというか、まあ、脳トレ効果がすごいありそうですよね。そうそう。なんかその、自分でも、うん、新しいことをやってる時とか、うん、やっぱりビーズ作ってる時とかに、うん、脳が喜んでるっていう状態を自分で感じてて。いいですね、その表現。脳が喜んでる。いいですね。もうすごく喜んでるのを自分がわかるんですよね。うんうんうん、それをなんか東方さんの、その、うん、実験結果を聞いた時に、うん、私が言いたかったことを全部こう、言ってくださったので、うん、実験結果として科学的に証明してくださったので、いや、そりゃよかった。うん、それもすごい嬉しかったですね。ああ、そりゃよかったです。そう、資料があるとやっぱり、他にも伝えることができるので、はい。いいなと思って、
は非常に興味がありましたね。あ、それはよかった。ちなみにその動画編集で Zoom っていうのも何どんなので勉強するか、 YouTube とか見て勉強するんですか？ YouTube、 まずは YouTube を見ました。うん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 。それで他に、うん、ちょっと習いに行った先生とかがいたので、うん、2人で Zoom つないでみて、うん、でこう動画はこうやって出すんだねとか、うん、こういうふうに説明したらしやすいよねとか、うん、まずそもそもズームに入るっていうところで一番初めの時は私40分かかってるんですよ。え、先生すごい。でも機械はねとってもねちょっとあまり得意じゃないんですよね。でもなんかそういうなんか苦手なところをなんかしっかりそうやってできるようになるっていうところは、はい、本当にそれはもうやっぱり富山で活躍されてる理由の一つですよね。素晴らしいです。なんか知りたいことをやっぱり、うん、勉強するっていうのが、うんうん、やっぱり自分のこれからの活動にもつながっていくと思うし、はい、コロナがもう収束したとしても、うん、やっぱり私は地方なので、うん、頻繁にその上京したりとかそんなにできないんですね。ただね、たまにはね来てもらって会いたいですけどね。ただまあそれはなかなかね今はもう難しいし、そんなしょっちゅう来てたらね大変なことですからね。大変なことなんですよ。そっか。なんかそのたまたま私たちが私が設定した日とかに日程が合わなかったりして、うん、来たいんですけど来れないですとかいう先生がいらっしゃっても、うん、Zoom でレッスンできると、うん、その先生との日程を合わせることで、うん、やっぱりレッスンがしやすいんですよね。だからもう本当に勉強してよかったなって思ってますね今。いや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 、じゃあ今度はですね、その、はい、軽谷先生が、デコアーティストとして活動されてる、はい、内容について少し聞いてもよろしいですか？はい、ですね、私はその、東宝さんのオーティックのグルーを使っていろいろな作品を作って、うん、先ほど言ってたようにオンラインとかでレッスンをするんですけど、はい、やっぱりその時にいつも同じことをしていてはダメなので、うん、例えば 3D にしたりとか。 3D? そんなことできるんですか？ Zoom で 3D にいろいろやってるんですよ。すごい、いろんな技があるんですね。結構なんか地道な研究をして、うん、はい、そうですね、常に新しいものを提案した方がやっぱり皆さんの動画喜ぶ。そうですよね。やっぱりこう我々のねやってるハンドメイドってなんかこう、はい、継続的にね、楽しんで続けていけるっていうところもやっぱりすごいやっぱ重要だし、まあそういうそのためにまあ皆さんが知らないあっと驚くような新しいことを提案したり、まあそんなところも重要ですよね。実はね我々も最近 UV パールっていうパールを、トビーが考えてね出させていただいたんですけど、あれもね実はね皆さんにね、はい、こんなもの出したらどうしますかっていうね、なんていうんですかね、トビーからのメッセージだったんですよ。そのメッセージをね私はいち早く受け取って、はいはい、そうですか、はい、それでねさっきの UV パールのお話なんですけど、はい、結局ね2つの色をイメージして作るって結構大変なんじゃないかなと思って、結局なんかこうピンクになるときと白いときと2つをイメージして作らなきゃいけないっていうのは本当にこう難しいのかなと、なんか喜んでいただけるのか、これ難しいなと思っていただけるのかどっちかなっていうのが僕の中にあって、で軽谷先生早速、あ、そうですか、それは良かったです、はい、早速じゃあ使っていただいたりしたんですね。はい。でなんかその軽谷先生とやっぱりこう SNS でつながってたりするんでいろいろ見せていただいてると結構なんか活動していただいてるように見えるんですけど。はい、そうですね。キットは本当に使わせていただいてて、はい、学童保育さんとかにも行くことがあったので、はい、お子さんの方の認定講座とかあるじゃないですか。はいはいはい、キッズジュエリー、はい、うん、そうです。それを活用させていただいて、うん、女の子たちと一緒にビーズを作ったりとか、はい、やっぱり本当にビーズって地域とかそういうことにも、はい、関わってくると思うので、はい、手を動かすってことはねとてもいいことだと思っていて、はい、
可愛いのができるから女の子たちはとても喜んでくれるんですね。え、本当ですか？嬉しいな。喜んでくれました。そうですか、ありがとうございます、はい、じゃあキッズジュエリーなんかもそういう学童保育とかで、保育？学童？学童っていうのか、うん、学童保育ですね。小学生さんの学校が終わった後とか土日の活動だったんですけども、はい、声をかけていただいて、うんうん、はい、そこで何回かに分けてやったんですけど、うん、もうとっても評判が良くって嬉しいな。あれね、あれもね、はい、実はね、ほんとたまたまなんですけど、あれもね、トビーが、はい、うちのね、この今、お伝え、今、今日放送、収録してるのが、はい、浅草橋のギャラリーティーっていう、はい、なんですかね、ギャラリーなんですね。で、今、そこの2階でやってるんですけど、ギャラリーで、うちのキュレーションをやってた女の子が、近所の子供たちがなんかビーズ教えてっていうから教えていいですかみたいなので、なんか1人2人3人4人ってなんか増えてきたんですね。でなんかそういうのきっかけに、なんか子供たちみんな楽しいのって言ったら、うん楽しいみたいな感じで言ってくれていて、これってなんかやっぱりしっかり掘り下げてなんかプロダクトにしていった方がいいなと思って、でまあ子供たちに何か伝メッセージとして伝わるやつのどんなことかなと思った時に、昔テレビチャンピオンという番組があってね、ありましたね。そうで、そのテレビチャンピオンで優勝したビーズの先生に、はい、デザインをお願いしてみようということで、デザインをお願いして、あのテレビチャンピオンでテレビでチャンピオンになった先生が、はい、作りましたみたいなのを書いて、出させていただいたんですね、うん、でもなんかそうやって軽谷先生にね使っていただけて、はい、もう私もね本当幸せでーす。ありがとうございます。ありがとうございます。なんかあのキットは本当にすごく簡単でもないし、うん、割と小学校高学年でも、うん、結構難しいところもあるので、はい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 、本当に頭も動くしいいと思いましたね。ありがとうございます。あれはね、なんかねビーズリングの今流行りのビーズリングのものなんかもあったりね、嬉しいですね。はい、これからちょっと角谷先生のプライベートのこともねちょっと聞いてみたんですけど、はい、なんかお子さんがすごい野球頑張っておられるって聞きました。なんかすごい、強い強豪のね、小学校からやってるんですか？そうですね、小学校2年生から、うん、学童野球を始めて、それまでは、はい、主人とよく練習してたんですけど、はい、チームに所属したのは小学校2年生です。あ、じゃああれですか、旦那さんも野球お上手なんですか？ずっとやってて、高校、うんうん、ちっちゃい時から高校生までやってて、はい、教えてましたね、子供には。そうですか。でもなんかそういう、はい、うちもね3人男の子いるんですけど、スポーツが強くなったりなんか負けないぞみたいな、なんか多分強い心があったり、あとは体作り、まあそういうところって角谷先生なんかこうお母様としてなんかこう秘訣とかあるんでしょうか？はい、母はうん、ですね、やっぱり食事管理が一番大事だと思ったので、はい、そのフードスペシャリスト、スポーツフードスペシャリストっていう、わお、一応資格を取得して、うんうん、こう試合前何時間前にはこういうものを食べさせるとか。スポーツフードスペシャリストですか？はい、それすごいですね。もうそのバイタリティが半端ないですね。完全にでもこの資格はもう本当に息子のためだけに取ったっていう。すごい。勉強するためだけですね。ってことはやっぱり、はい、もういろいろこう教えておられるのもそうだし、ご自身がもう勉強家だってことなんですね。あんまり学校の時はね、学生の時はそんなに勉強が好きな方じゃなかったんですけど、興味があることに関してはなんですかね。そうなんですよね。なんか子供の頃っていうか、なんかわかんないですけど、日本の教育なのか世界中そうなのかわかんないですけど、なんか目的がないとね、はい、なんかやる気って出ないですよね。うんうん、そうですよね。でお子さんのこう体作りのためにみたいなミッションがあるから何か動けるみたいなところあるんですよね、きっとね。そうですね、もう必死でちょっとでも役に立ちたいと思ったのがやっぱりね、取るきっかけというか。もうやっぱりあれですか、もうお子さんも腹筋もとかもバキバキなんですか？最近ちょっと高校生になって、はい、ウエイトも始まったので、はい、見るたびにバキバキ、はい。もうトビーはね本当にねプリンみたいにもうプルプルなんでね、もう本当に
ちょっとそのマッスル分けてほしいなんちゃってそうなんですね。でもなんか趣味もなんか多彩だと聞きましたけど、なんか釣り、釣りもされるんですか？あの釣りと言っても、はい、その本格的なやつではなくて、はい、あのこれは完全にもう本当にあの主人の趣味のお裾分けというか、うん、はい、ちょっと普段どういうことをして喜んでるのかなと思ったので、うんうんうん、ちょっと私もやってみたいっていうことで、はい、一番簡単と思われる、うん、じゃあタコ釣りを。タコ釣りってなんか難しそうじゃないですか？タコ釣りはもう本当に私一人で放置されてもできるんですよ。なんかあの壺みたいなやつを下に落とすんですか？壺ではなくて、なんかあのカニのなんか偽物みたいなのがついてる竿が売って、うん、あの売ってあるんですけど、うんうん、それをこうなんか岩場みたいなところにトントンと落としていくだけでタコがもうパッてひっついてきて、うそー、そうなんですよ。それで岩場にもう挟まったと思って、うん、あ、糸が切れちゃうと思って頑張ってると大体タコがついてくるっていうことなんですよ。うそー、そう、本当に簡単で、もうトビーも氷見に、ね、遊びに来たら絶対に、やってみてください、トビーさんもね。それどのぐらいの、なんか一回行ったら、あれタコも一杯って言うんですか、あれ何言うんですか、ね、イカ1杯2杯とか言うけど、タコ もう1杯とか2杯ぐらい釣れるんですか？そうそう、もう3つ4つ。嘘、私はタコ名人です。そしたらもう家に帰って、茹でるんですか、それとももうそのまま刺身？そうそう、茹でないで刺身？塩で揉んで、うん、ちょっとぬめぬめ落として、うん、それでタラーンってなるんですよ、タコが。だから足先からぐずぐず煮えてるところに今角谷先生今、はい、長嶋茂雄みたいでしたよ。今ターンってなるみたいなシャーッとそこシャーッと投げろみたいな感じになっちゃってましたけど今そうなんですね。 それやっぱ富山だから、富山だからこそそのタコが釣れるんですか？どうなんですかね。そっか、すごいな。でもすぐそこにね、うん、ちっちゃい港みたいなのがあるので、はい、もうそこ歩いて行ける距離なんですよ。歩いて行ったところで釣れるんですか？そう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 。じゃあなんかもう今日の晩ご飯買い物を行く、うん、じゃあもう近所にタコスーパーにタコ売ってないんですか、もしかして？タコ売ってます。売ってるのは売ってるんですか、これ？そうそうでもなんか行ったら 2,3 倍釣れたらもうタコ売れないんじゃないですか？そんなこと、タコ釣りしない人用に多分売ってるじゃないですか。ああ、そうか、タコ釣りしない人も多いですもんね。 そらね、そうそうそう。いや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 、いろんなお話聞かせていただきましたが、はい、角谷先生はいろんな活動されてますけど、なんかどういったところでなんですかね、角谷先生の活動とかそういったところって見させていただけるんでしょうかね？一番見やすいのが、うん、多分インスタグラムだと思うんですよ。はい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 、はい、作品の写真が一覧で見れるじゃないですか、インスタって。はいはいはい。ですので、やっぱりその作った作品とかが、うん、一応全部上げることにしてるので、はい、アップされてるんですよね。はい。なのでこの作品ちょっと作ってみたいわっていうのがあれば、はい、インスタの方でメッセージとかコメントとかいただければ、はい、順に日程を調整したりとか、はい、させていただきますので。あ、じゃあもうオーダーメイドみたいな感じで、お近くの方でしたら日程、はい、あ、そっか、ズームとかあるから別にお近くの人じゃなくてもいいのか。大丈夫です。あ、もうなんか今便利な世の中になりましたね。そうなんですよ、本当に、うん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 、便利ですよね。どうします、なんか海外から突然来て、Hello みほみたいな感じで来たらどうしますその時は、うん、通訳アプリ。そんなのいやいやいやまさかいきなり来ないですよ、ごめんなさい、今の冗談でした、ごめんなさい。でもね、海外の方から受講する時もある。嘘、マジで、すごいですね。インクアートとかはそうでしたね、海外の方。何アート？インクアート。インクアートって何ですか？あ、どう忘れてた。うん、アルコールインクで、うんうん、マグカップとかをデコというかこう色を、あ、絵を描いてるみたいな、絵付けみたいな感じですか？そうですね。へえ、いろいろされてるんですね。いいなと思うものはちょっと一通りなんかやってみたくなってしまうという。でもいいですね、なんかいろんなことを学べる。で、美穂さんのね、この、はい、なんていうんですかね、明るい
感じで、あ、今日はこんなことをやってみようみたいな感じでね、いろんなものを学べる、スーパーガール。ガール？ガール？スーパーガールとおかしいな。スーパーウーマン。カルタニミホさんにいろいろお話を聞きました。それでは、カルタニミホさんの、インスタグラムなどは、ブログの方で紹介していきますので、ぜひご覧になってください。それで、カルタニミホさんね、大切なことをちょっと忘れていたので、ちょっとお話聞きたいと思います。東方の大好きなビーズっていうのをね、いつもこう聞いてるんですけども、はい。カルタニミホさん、なんか、うちの大好きなビーズというと、どんなビーズになりますでしょうか？私は、竹ビーズが好きです。竹ビーズ、いただきました！なんで竹ビーズ好きなんですか？竹ビーズは、ビーズの作品でも私は使いたいんですけど、はい。特にグルーの方で、はい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 。前回の、作品にも使わせていただいたんですけれども、はい。綺麗に竹ビーズを並べていくことで、うん。レースみたいな感覚とか作れたりするんですよ。ああ、そっかそっか。その、はい、あれ、粘土の上にこう、スワロフスキーみたいな、ああいうのを配置する以外に、はい。なんていうんですか、そういう竹ビーズとか入れると、またなんかちょっと違うニュアンスになるのか。なんか優しい感じになって、はい。とっても作品に丸みが出るというか、はい。いい素材ですよね、本当に。ありがとうございます。で、ちなみにどんな色がお好きですか？そうですね。私結構やっぱりシルバーとかゴールドとかモノトーン系とか好きなんですけど。そうですね。はい。そういうのがお似合いなカルタニミホさんだと思います。ありがとうございます。ありがとうございます。それでは、カルタニミホさんありがとうございました。はい、ありがとうございました。はい、それでは、これでビーズレディオ終了になります。ありがとうございます。ありがとうございます。はい、最後までお聞きいただきまして、ありがとうございます。それでは、また DJ トビーのビーズレディオでお会いしましょう。チャンネル登録お願いします。